肩脱臼してて、それで去年のリーグ戦で、まあ、何回も外れるようだったんで、もうそこで手術っていうのを決断して、まあ、インカレは出れなかったんですけど、今シーズンに調整しようということで、で今回のリーグ戦から復帰するっていうのを思ってます。なんで今はもう治ってる、完全に治ってる状態です。この4年間で半分以上大会に出れてないっていうのは事実であるんで、その中でやっぱり、まあ、自分個人としてはやっぱそれを、まあ、怪我はしたけどパワーアップした姿を、まあ、周りの人に見てもらいたいなっていうのは一つあって、まあ、チームとしてはやっぱり今までインカレとかリーグ戦とか制覇したことないんで、そこでやっぱり今シーズンは優勝して終われるようにっていうふうには、はい、思ってます。